さまざまな技法を組み合わせて夏の風景を作ってみました。まずクレヨンで絵を描きます。白い画面に描きますので、出来上がりをイメージして鉛筆で線を引いておきましょう。子供たちが描いた絵を後から貼ってもいいです。次にタンポを使って雲と波を描いていきます。タンポは布の中に毛糸を入れて、ストッキングで作った輪ゴムで巻いています。型紙を使って雲を押していきます。編み目が出るように押しましょう。波も型紙を使って押していきます。一つの型紙をずらしていくと波の形ができていきます。ひまわりはお花紙と画用紙を使って作っています。でこぼこしたところで描くと画用紙にこんな模様がつきます。葉っぱはハート型に切ります。そこに名前を書くと名札の代わりになります。これを組み合わせるとこんな感じに出来上がりました。壁面の形や大きさに合わせて描くものや配置を工夫してみてください。